んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは、目立つのは嫌をやめるです。あなたはもっと仕事で成功したいと思っているかもしれません。もう起業したかもしれません。お店を開く、カウンセラー、マッサージ師、セラピストとして開業したのはいいけれど、思ったほどお客様が来ない。これは困りますね。人は実力さえあれば成功できると思っていますが、そうでもありません。何しろ最初にあなたのところに行くときにはあなたの実力は見えないんですから。逆に大して実力もないのにあっという間に成功する人たちがいます。その違いは何でしょうか。人を引き寄せる力は実力に勝るんです。もちろん人を引きつけた後に大して実力がなければお客様はそのうちに離れるでしょうが、まずはお客様を引き寄せないといけないですよね。これは子供の頃にちゃんと目立つことをしてきたかということが大きく影響しています。例えば学校でいつも何かの役員や係を引き受けていたとか、文化祭や学芸会でリーダーをやってきたかとかです。あるいは部活や何かの課題で頑張って賞を取るほどやったかとか、そういうことが関係しているんです。常に全力を尽くしたかということが関係しているということですね。そういう人は常に周りから注目されていますよね。逆に失敗が怖い、恥をかくのが嫌、係なんか面倒、リーダーも面倒だから目立ちたくない、今目立つと係をやらされるという人は集客力がないということになります。自分が今まで目立たないようにして人から逃げていたんですから、集客できるはずがありませんよね。ということで今日はこの逃げ癖を直しましょう。いつものように目を閉じて、自分が6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきてあなたに話しかけます。あなたは目立つのは嫌だと思っているんだね。そしてできるだけ目立たないように隠れていたいんだよね。自分に誰も注目が集まらないようにしてきたよね。中心になるのが嫌なんだよね。大人の自分はそれでとても困っているよ。これから仕事で成功しようとしているのに、目立つのが嫌だと感じているから注目してもらえないんだよ。だからなかなかお客様が集まらない。これは困ったね。あなたが目立つのは嫌なのは、恥をかきたくないからだよね。できるだけ目立たないようにしていれば、先生に当てられないし、周りに係をやれとは言われない。あれこれ責任を取りたくないからだよね。何かが下手くそでも恥をかかない。失敗しても目立たなければ、指を刺されない。それは結局真剣に取り組む意欲がなかったからそうなってしまったんだよね。恥をかきたくないなら目立たないようにするのではなくて、上手にできるように努力したり積極的に取り組めばよかったんだよ。でもそれをやらなかったんだよね。それで注目されるのを嫌がった。それが今大人になってうまく集客できない原因になっているんだよ。だからもう逃げるのはやめなさい。怠慢をやめなさい。自分がもっと目立ってもいいと許可しなさい。恥をかきたくないならもっと積極的に真剣に取り組みなさい。自分がしっかりと安心できるまで一つのことに力を入れて取り組みなさい。隅から隅まで気を配って失敗のないように全力を尽くしなさい。真剣に取り組んで最善のことを成し遂げなさい。その上で
自分は目立ってもいいと許可しなさい。大丈夫、あなたはもう注目に値するよ。あなたは目立っていいよ。みんながあなたのところに集まってももう大丈夫なんだよ。その方が嬉しいよね、心地いいよね。あなたはもう注目に値する人だよ。だからその責任を取りなさい。頑張りなさい。大人の自分はあなたを応援しているよ。